るくまチャンネル、こえど川越時の鐘。川越駅、駅から時の鐘エリアまでいくつかバスが出ているよ。なるくま、川越のシンボル時の鐘。江戸時代に川越藩主の酒井忠勝が建てたんだって。現存の鐘楼は明治時代に再建されたもので、約390年時を刻んでいる。時の鐘とくまくん、かっこいい蔵造りの町並み周辺、風情があるね。スタバに来たよ。時の鐘とスタバ、歴史と現代の融合。ストーベリードーナツ買ったよ。名物の芋こえ、ほかほかもちもち。なるくま、正午になったよ。耳を澄ませて。着物で散策する人結構いるね。僕も着物着たかった。古い町並みと着物がぴったりマッチ。蔵の町、重要伝統的建造群保存地区に選定されているよ。レトロだね。大沢家、川越にある最古の蔵造り。ゆりちゃん、建物もポストも黒っぽくて蔵造り風。亀屋本店、天明3年創業の和菓子屋さん亀のもなかが有名。大正ロマン風のモダンな建物もあるよ。リソナー銀行、ネオルネサンス様式だって。わぐま、ここはお菓子横丁。約30軒のお店があるよ。発火や日記飴、せんべい、団子など、昔ながらの味を伝えているよ。この場所に来れば昭和レトロに出会える。小江戸川越、とっても魅力的な街でした。